人権守れ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 。私も大丈夫ですね。この署名は、2018年4月13日にここの牛久の東日本入国管理センターのシャワールームで9ヶ月の収容の末に自殺されたディーパック・マールさんの死の原因の究明を求めています。それが1点目です。でその他に2点要求項目がありまして、もう一つがそもそもディーパック・マールさんのような方が亡くならざるを得ないという状況を作り出しているのは無期限長期収容制度です。でしたがってこの無期限で外国人を長期収容する制度そのものを廃止するべきであるということを求めています。それが2点目です。内部の医療アクセスが非常に悪いということも言われていますので、医療アクセスの改善、すなわち専門医に会えるようにするであるとか、医者に会う待ち時間を減らすであるとか、人員体制を増やすであるとか、そういったことをですね、とにかく医療アクセスの改善ということを求めています。私たちはフリー牛久というハッシュタグで集まった市民の集まりです。皆さんの辛い気持ちは私たちに届いています。人権守れ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  Human rightsHuman rights, h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 uman rights.悲痛な本当に叫びですよね。だってもう出れない。どうにかしてほしいからもう叫ぶしかない。だと思って本当に胸に迫ります。ハンガーストライキに関わっていた男性に面会したんですけど、彼はそういうハンガーストライキに参加するぐらいだから心が強いと思うんですよね。でもそんな彼でももうどうしたらいいかわからないって言ってたので、長期収容っていうのは人の心を壊すんだなっていうのを改めて思いましたね。無期限長期収容ということと仮放免申請を出してもどこがダメだったかという理由を自分のことなのに知らされずに、弁護士にも知らされずに却下される。どこを直して申請したらいいかわからない。で申請がダメになるとまた、収容が期間が延びてしまうっていうところが一番、理不尽だなと思いましたね。そうですね、東京の方から来てるんですけど、で牛久もそうです。品川も結構偏僻な場所にあるんですよ、コンテナ街っていうか。で隔離してるっていう感じをすごくして、何らかの書類の不備や何か申請が通らなかったので入れられてるという方々は盗んだり殺したりしてるわけではないんですよ。その人をなぜこんなに隔離しなければいけないのか、散歩も外にさせないとかね、そういうのはひどいなって思ってます。